飯田靴下株式会社の代表をしています飯田と言います。これから仕事を探そうという方もたくさんいらっしゃると思いますけども、なかなか自分の好きなことをですね、仕事にしてやっていくという人はかなり稀で難しいことです。それが できなくても、何か会社を選ぶ際にですね、この会社はなんか新しいことをやってるなと、そういうことを感じている会社であれば選んでみてね、仕事をしてみると中に入ってもきっと刺激のあって楽しい職場になるんじゃないかと思いますし、個人的にもですね、充実した仕事をできるんじゃないかと思います。一回そういった基準でですね、仕事を探してみるということも試してみてください。